私風になる。なっときよ、勝手に。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。あー、もう一人になってしまったよね、私。そう、一人になってしまったんよね、私。さあ、一人で旅立っていきましょうか。いや、悲しい。超絶悲しいよ。お、伸びた伸びた。さあ、ここから隣の砂漠西。お、おるやん。誰やった？名前ちょっと忘れたけど。名前ちょっと忘れたけど、おるやん。賢者やろ、あれ。あの、かわいい子。行くか。一人で。何食べようとか、そんなのんきなこと考えとる場合じゃないよ、今。ん？なになに？あ、なんか落ちてるよ。これは何？一人ごと？誰に言ってるの？アイナは HP バナナを一本ゲット。これ、アイテムとかも全部取られたんかな？余った HP バナナ、あ、宿屋に送ったってことは持っとるんか、ちゃんと。なるほど。能力とか、職業だけ奪われただけってこと。お宝落ちてないかな？そんな都合のいいことはない。弱気なサソリ。ちょ、でもね、今私も、また、またしても、武器だとか防具だとか、全然揃ってないけん、弱気で追ってくれるぐらいの方がいいよ。お腹すいたな。あー、砂漠で暗くなるのは危険。寒さで死ぬよ。お、何、大丈夫？どうした？お腹すいた？暑さでフラフラだ。マジで？でももう日が落ちてきたけど。あれは？あの椅子で休もう。それは椅子じゃない。もはや幻覚を見ている。きっくー。なんで回復した？なに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 ？針が壺に効いたみたい。そういうこともあるの？なんか、え、そんなパターンあった？ダメージ受けるだけじゃないんやね。お、そして、噂のサボテン。噂。サボテンタワー。あー、ちょっと待って。体力悔しいな。体力でもさ、これさ、ここまで進んできた道を引き返す元気があるんならさ、全然いけそうな気がするけどね。引き返す距離よりさ、先に進む距離の方が短かったやろ、確率にさっき。ね、絶対そうよね。いや、行け行け。ほら、もうあとちょっとやったやん。どういうこと？ミートピアに平和を。大事。さあ、そして、来たよ、弱気なサソリ。弱気なくせにね、ちょっと結構なダメージを与えてくれたけど、そうでもなかった。そうでもなかった。あれか、さっきのサボテンタワーの攻撃であそこまで行ったのか。ちょ、レベルもガシガシ上げていかんと、肩こり気にしよる場合じゃないよ。新たな職業に移ってまだレベル1だからね。さあ、サボテンタワー、君にはさっき、あー、ちょっと待ってちょっと待って。あー、よろしくない。じゃあ、あのね、今ふりかけを使おうと思ったんよ。ふりかけを使おうと思ったけど、タイミングがよろしくない。あ、もしかして何か欲しかったりとかします？バナナはちょっといいよ。バナナはいいよ。クソ、やっぱりこのまんま行くしかないのか。あ、でももしかしたらルーレットとかでなんか欲しいものがあったりとか。強くなる。そうよ、もう強くならんと。あれよ、ビスコ食べんといかんね。美味しくって強くなる。ちょ、ふりかけ使おうと思うんやけどさ、でもこっち一人しかおらんやん。まあ、向こうも一匹しかおらんかったけど。でもやっぱり、こう、味方がおらんけん、攻撃される順番も私しかないわけやん。ちょ、きついね。ちょ、きついっすね。あ、レベルアップ。やった。バグクラッシュを覚えた。敵一匹にダメージを与える攻撃魔法。バグは早めに潰しておこう。ここでちょっとレベルが上がったけん、若干安心。
レベル1で挑むよりかは大丈夫なんじゃなかろうかと。え、でもこんなところでさ、死によったらさ、私この先やっていけんねやけど確実にやっていけ、でもさっきまでと比べて今回は私ちゃんと体力全開してるからね。ケチらないで、新しい技なのにケチらないで。バグクラッシュ、マジで、ちょ、いい気になるなよいや、頑張ってないやろ、ケチったのに頑張ってない、全力でいけよ。それやっつけれたかもしれないけど、よろしくない、サボりはよろしくないよ。お、ゲーム券3枚ゲットやったね。そう、ゲーム券でもね、何かしら防具か武器かゲットできるかもしれんけん、頑張っていこう。お、仲間か、誰か来てみたい。ほほほ、一人旅は厳しいかな。うん、そりゃあね。ということでお待ちかね、新しい仲間を呼んでやったぞ。おお、呼んでやったってなんで上からやねん。新しい国を共に旅する新しい仲間だ。やっぱほら、冒険といえばね、魔法使いがおらんと、もう本当は勇者とかね、戦士とかもの方がいいんやけど、主人公もでも最初にやったけん。魔法使いリミネ、こんにちは。魔法使いのリミネだよ。ちょっと不安だけど頑張るね。そんな最初から不安とか言っちゃいかんよ。リミネが仲間に入った。よし、頑張っていきますか。リミネはまだまだ経験不足だ。大切にしてやってくれ。私だってまだレベル2だよ。うん。さて、さらにあと2人仲間を呼んである。すぐにやってくるであろう。さらわれた仲間たちを助けるまで、新たに4人で行くのだ。ほっほっほ。でもさ、さらわれた仲間からしたらさ、めっちゃ裏切りじゃない？え、誰その子たちみたいな。あ、もう新しい仲間いるのね。そう、みたいな。え、ならん？隠れ地になると思うんやけど、普通に。はい、どうぞ。おお、あ、そっか、魔法使い、職業によるんかな？魔法使いやったらバンシーの涙も平気みたいな。そういう感じそういうことじゃないんかな？性格とか？はい、そしてゲームコーナーで、ルーレット。さあ、回していきましょう。でも、ボロボロのゴーグルはちょっと欲しくないんよね。だけん、そこはちょっと通り過ぎてもらって、あ、いいよ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 。はい、チーズケーキゲット、やったね。やったね。嬉しい。しかも、1個じゃないっていうのがいいよね。はい、それじゃあ、お小遣いで。とりあえず、試験管ボトル。140ゴールドなんかで敵がやっつけれるか。試験管ボトルを買ってきた。でもさ、なんか、ビーカーじゃないわ。フラスコとかの方がさ、強そうに見えん、なんか。ね、試験管って言われてもね。強くはなってるんだけども、見た目的な問題。さあ、それじゃあ、このメンバーで行きますか、とりあえず。はい、それじゃあ出発します。行くか。次の仲間はどの辺出てくるかな？とりあえずはここで、賢者様に会いましょう。どうした？この賢者登場の音楽めっちゃ好きなんやし、本当に。おかしいなぁ、見つからないなぁ。確かこの辺で買おう。このすごいなんか神秘的な感じの曲。モモ？あ、そっか、モモっていう名前やったっけ。ふん、あなたは？聞きましたよ。最小の国を救ったとか、大活躍ですね。いやー、それほどでも。ところで、この辺りでランプを見ませんでした？ふん、そうですか。実は大切なランプをなくしちゃいまして、とても危険なランプなのです。もし見かけても触らないように、ご注意くださいね。オッケー。でも擦りたくなるかもしれん。もしかしたら、ゆうたろう出てくるかもしれんしね。はい、そしてこっちで、クイズマン。多分、前回のファーストシリーズの時は、ファーストシリーズの時には、クイズマンはウィスパーやった気がするよね。砂漠って歩きづらいよね。でも歩きづらいおかげで、インナーマッスルが鍛えられるんだ。へぇー。
ムキムキなんかな、シックスパックみたいな。やだよ、目指して走れ走れ。その前にほら、厳しい近道か優しい遠回り。今の時点で厳しいのはどうなんやろう。ねえ、十分さっき厳しかったけん、でも二人に増えたけん、優しい遠回りでいきましょう。ちょっと厳しいような気がするけん、私風になる。なっとけよ、勝手に。お、ゴブリンたち。あっちの道に行っとったらどんなモンスターが出てきたんやろ。今ゴブリンさ、仲間がやられてめっちゃ笑いよったんやけど。ないわー。やっぱりこの技めっちゃ強いよね。そう、前回私アスムチ科学者使った時にも思いよったんや。科学者めっちゃ強いと思って。最強やん。で、科学者やけん、頭もいいんやろうし、頭も良くて強いとか絶対モテるよね、男やったら。今回ちょっと女やけんあれやけど。暑い、誰か太陽を消して。超能力で消してあげよう。そういうのはさ、魔法使いが魔法で消すものやろ。え、まあ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 、はあ、よし成功。何も変わらないよ。効果が出るまで6時間かかります。インチキだ。でもなんか気持ち的に軽くなりそうじゃない。なんか優しさで言ってくれたんかなみたいな。きたきた、黙々と弱気なサソリ。初めての元気行動、応援。お、ありがとう、りんちゃん。頑張れ、あゆな。あ、そっか、これ、マジックポイント回復か。めっちゃいい。めっちゃ、それ助かる。ねえ。だって、MP 飴を舐めんかったら、今まで回復せんかったものが、リミちゃんの応援のおかげで。まあ、要はあれか、MP は気力ってことか。結局使ったけど。結局、飴舐めたけど。まあ、でもね。待って、体力が。あ、大丈夫？バナナある？はぁ、よかった。それならいいんだ。それならいいんだよ。じゃ、タイミングがね。頑張りすぎかも。いや、でも頑張るしかないから。レミちゃん弱い。まだまだ弱い。ちょ待って。あの、レミちゃんの体力やばすぎる。HP 振りかけ少なくね？え？ MP やったこれ。こっちやった。はい。じゃ、振りかけ振ってる間、横であくびしてんじゃないよ。お、いけいけ。全然魔法とか使ってくれていいよ。優しい遠回りでこれか。厳しい近道とか行かんくてよかった。しんどったね。完璧にしんどったね。やば。そしてレベルアップ。まあ、レベルがレベルやもんね。ファイヤーを覚えた。敵一匹に魔法の炎をぶつけてダメージを与える攻撃魔法。いいぞ。そしてボーナス経験値。あゆなに。はい、レベル3。やったね。サソリの黒焼き。ね、眠い。実は私も。寝ちゃダメよ、まだ。まだ宿屋じゃないよ。こんなとこで寝たら死ぬよ。どうした？何かあった？ああ！いや、二人きりの旅でそれはきつい。だいぶきついやつ。そう、夢でよかったね。リミにはいつの間にかお昼寝して疲れが取れた。息が？大丈夫？どうした？何があった？やっぱ優しい遠回りはあれなんかな？遠回りやけん、優しいとはいえ、モンスターがいっぱい出てくる感じ。それはそれでやだ。サボテンタワー普通に強いんやって。お、新しい技、ファイヤー。これサボテン燃えるやつやろ。よし、すげえ！さすが。あ、やばいやばいやばい、体力、超やばいよ、やばいよ。お、大丈夫やった。めっちゃギリギリ。勝てたか。大丈夫、ぜいぜい言ってる。超絶ぜいぜい言ってるけど大丈夫？犬飼いたいな、期待してるよ。犬とか連れて歩いてる場合じゃないでしょ、今。はい、320ゴールドゲット。あ、そっか、お金は奪われてないよね。その辺めっちゃいいやん。ねえ、また安いやつからになっとるけん。こうやってお金が有り余っとる間に、ブワーって、ブワーって、強化できそう。
まあでも帰るタイミングがな。はい、ということで、じゃあ今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。